結婚したらエブリシングオッケー、ハッピーハッピー、そういう感じにですね、私はね、なれると思っておりました。しかしながら実際のところ、数年間もの間私は病んでしまったんですね。皆さんには初めてお伝えしますけれども、実はそんな時期があったんです。今日はそのお話と、その時期にいただいたお母さんからのお言葉です。皆様にはね、結構長い時間をかけて今の夫ちゃんと結婚するまでのお話をしたじゃないですか。結婚が一つのゴールではあるけれども、でも人生は終わらない。そこからが長いわけじゃないですか。私もね、入籍してからね、はーってなってたんですよ。あー、結婚したなー。テレビとかでね、よく聞くね。結婚したら、お父さんお母さんの態度が一気に変わった。とても冷たくなった。いじめられるようになった。そういうようなね、こともなく、結婚する前と同じ風に接してくださってね。お父様はね、いつも優しい。お母様もいつも優しい。優しい、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 優しいで溢れていたんですね。お父様、お母様、夫ちゃん、弟さん。そのね、家族4人の中に私も入れてもらってですね、結婚生活っていいなーって思ってたんですよ。そんな日々が続いたある日ね、私突然にね、ちょっと具合が悪くなったというか、なんていうのかな、落ち込みやすくなったんですよね。それなんでかっていうと、これはね、あまり誤解しないで聞いてほしいんですけれども、夫ちゃんのね、ご家族のあまりの素晴らしさに、どう振る舞っていいかわからなくなったんですよ。ちょっとね、説明させていただきますと、夫ちゃんのご家族っていうのは本当にね、もう理想的な家族なんですよ。あまりね、おしゃべりにはならないんですけれども、包容力のあるね、いつも笑顔の優しいお父様。天真爛漫でね、可愛くてね、明るくて、とても細かい気遣いをしてくれるね、お母様。とてもできた弟様。もう秀才ですよ、秀才。もう何でもできちゃう。頭も良ければ運動神経もいい。そしてね、なんと言っても優しい私の夫ちゃん。そのね、4人家族っていうのは本当にね、それまでの人生の中で理想とする家族像だったんですね。その中でですね、私がポンと入るわけじゃないですか。だんだんね、どう振る舞っていいかわからなくなっていったんですよね。夢にまで見た異次元の家族だったので、ちょっとね、どうしていいかわからなくなったんですよね、正直。夫ちゃんのご家族がどうこうっていうことじゃなくて、自分の中の問題としてね、私煉獄のような、状況の中で育った人間なんですよ。家庭環境がね、夫ちゃんご家族の日常的な団らん、みんなでリビングに集まって、みんなでなんか笑顔でテレビを見て、はははははは、もう絵に描いたような、そういった普通のね、まあ普通が何なのかわからないんですけれども、そういった団らんっていうのが私の家には全然なかったんですよ。本当に。家族で集まってテレビ見る？え？みたいな。そんな家庭で育ったので、まずそこの団らんの場でね、私はどんな風に振る舞ったらいいかなんかわからなくなっていったんですよ、だんだんね。楽しいねって一緒には笑ってるんだけども、私ちゃんと本当に笑えてるかなと思って、この理想的な家族の中に私は場違いなんじゃないかなとかね、すごくね、いろいろ考え出したんですよね。どの家庭もね、一つとして同じところはないから、比べても仕方ないんだけれども、夫ちゃんのね、ご家族にある、言葉に出さなくてもわかる、思いやり合ってるのがわかるっていうその空気感っていうんですか？愛情の塊。そういったようなところに私がね、なんかだんだん入っていける自信がなくなっていったんですよね。あまりにも真逆だったから、なんて言うんですかね。これは多分私と同じような経験した人だったらわかると思うんですけども、どんどん自信なくしていって、落ち込んでいくんですよね。今となってはどうしてなのかなーってよくよく考えたら、夫ちゃんのそういったご家族を見てると、私は、やっぱり愛されてなかったんじゃないかなとか、いろいろ考え出すわけですよね。その自分の家族と人生において初めて、そこでね、向き合い始めたんですよ。自分が育ってきた環境だから、なんだこの家庭環境はとか、なんだろうこの家族はとか、もちろんね、思うことは多々あったけれども、そこまでね、向き合ったことはなかったというかね、結婚して幸せな家庭っていうものの中に入って、あたりを見渡したら、あれどうしたらいいかわからない。そんな感じになっちゃったんですよね。家庭環境は複雑だったけども、私にとっては両親なわけじゃないですか。だからね、大人になっても母親が喜ぶ洋服をね、いちいち買ってあげたりとか、美味しいね、食べ物屋さんがあるって言ったらね、一緒にこう食べに行ってね、ご馳走してあげたりとか、お父さんがね、お小遣いなさそうだったらお小遣いあげたりとかね。まあそれはね、普通じゃないですか。そんなね、いい歳した子供なんだからね。でもね、なんかよくよく考えると、私のそんな風にやってた、自分では親孝行と思ってるやってたことって、結局、愛情が欲しいってずっと言ってんじゃないかなってなんか思うようになったんですよ。小さい頃からあんまりその愛情というものを感じることがあったけども、その親の逆の行為によってそれがどんどん打ち消されていってるから、結局プラスマイナスゼロになっちゃうような、ここではズバリ言わないけれども、そういうような環境だったんですよね。だから愛情をもらっても本当なのかなってきっとねずっと思い続けてたと思うんですよ。そして大人になって結局そんな風に親孝行のように自分でやってたけども、未だに愛情が欲しいって言ってね叫ぶような行為だったんじゃないかなーってなんか今ではぼんやりと思うんですよ。そんな風に思ったのは夫ちゃんの家族のその様子を見て、こういうのって理想だなーってなんか思ったんですよね。まあそんな風にですね、私だんだんこう病んでいっちゃって、加えてそういった環境で育った夫ちゃんに対して羨むって言ったら変だけどもいいなーというか、それは私が絶対手に入れられないものだったから、きっとね小さい時からずっと望んでたと思うんですよ。でも決して手に入らないものだったの。いろんな親がいるからね、私自分自身だけがなんか不幸だって言ってんじゃないよ。私自身の中でね、まだまだその小さい私がまだ残ってるというかね、母親に対して父親に対して愛情が欲しいよーって思ってた。なんか甘えてる風に聞こえるな。でもなんか説明するとそういう感じじゃないのかなって自分の中で分析してるわけですよ。だからこそ親が愛情をくれるようにいろいろとやってたつもりなんですね。結婚後ね、夫ちゃんとも話してたんですよね。お互いの両親をちゃんと面倒見ていこうねみたいな感じで、私もね一生懸命自分のね親だからっていうことでいろいろとこう手を尽くしたりしてたんですよね。でもね結局は母親とも父親ともどうしても分かり合えることなく、めでたく感動されまして感動されたんだよね。その時にねなんかねってなったんですよね。その時になんか思ったんですよね。あんまり私のことが必要な人生じゃなかったんだなと思って。二人ともね、父親も母親もね、私悲劇のヒロインなのっていうような感じではなくて、なんか本当にね、脱力感とともにね、小さい頃からの積み重ねもあったし、あーって思ってたんですよ。確かお母さんと一緒に食事行ったのかな、二人で。その後ね、お茶してる時に、その時初めてですよ、お母さんに言ったんですよね。自分の家庭の事情というか、ちょっとね、ややこしい親ではあるみたいなこと言ってたんだけども、まあ今までのその経験とかいろんなことを全部ね、なんか知らんけどね、その時にね全部話したんですよね。そしたらねお母さんねなんかちょっと涙ぐまれてね、私もなんかそこまで話すとは思ってなかったんだけども、思わずねなんか誰かに聞いてほしかったのかな。もちろん夫ちゃんにはねいつもお話はしてたけども、お母様にまでねなんかそんな話をしようとは思ってもなかったんですけれども、なんか話の流れでねポロッと出たらどんどん出るわでも出ることたくさんあったから、出るわでどんどん喋っちゃったんですけれどもね。その時にね、こんな風にね、おっしゃってくださったんですよね。安藤ちゃん、お母ちゃんや。お母ちゃんおるやん。私はお母ちゃんやんって、そんな風にね、言ってくれたんですよね。もちろん、そうですよ。お母様なんですけれども、お母様がおっしゃってるのはそういうことじゃなくて、本当のお母さんなんだよって。だからもっと甘えていいよっていう風にね、なんかおっしゃってくださったんですよね。それで私もボロボロ泣いちゃって、なんか、やっぱり溜まってたんでしょうね、いろいろとね。結局、そんな風に自分の家族のことで結婚後も何年も悩んで、病んで、そして最終的には感動されたっていう結末を迎えて、私も正直な気持ちを話してね。実は、その結婚以来、私、その団らんのね、中にいると、どう振る舞っていいかわからなくて、もしかしたらうまく笑えてなかったりしてたかもしれないけど、ほんとそこはごめんなさい、わざとしてたんじゃないんですっていうような感じでね、謝ったんですよね、その時にね。そしたら、何言ってんの、全然気づかなかった、気づかなくてごめんねって言って、でも家族ってそんな頑張らなくていいよ、それは今までいろいろあったんだろうけども別に頑張らなくていいよって、普通に美味しいもの食べて笑ってそれだけでいいんだからね。夫ちゃんとね結婚したことによって、夫ちゃんというその素晴らしい人格者と結婚できたっていう喜びはあるんですけれどもね、その人格者を育てたお父様もお母様も人格者だったっていうことは私にとってすごく財産になってますね。実の親のことでは胸がチクチクしたりするけれども、お父様お母様に出会えた、そして家族として迎え入れてくれたっていうのは人生の大きなターニングポイントになったし、私がそんな風に自分の家族のことをお話ししてそれも受け入れてくれるなんて本当にありがたいなって心から思ってます。もうすぐですね、お母様のお誕生日なんですよね。それでプレゼントをどうしようかなーって考えてるんですけども、これねルピシアかな、ルピシアっていうブランドのねお茶の詰め合わせをねお母様はね私の誕生日にくれたんですよね。これ見てほら、なんかねブックオブティー100ってやつで100個のフレーバー違いのね、紅茶の詰め合わせをくれたんですよね。これとお茶菓子をセットでくれたんですよね。もうね、大事に飲んでるんですけれども、こんなね、サッシもついててね、ここにね、一つ一つのね、紅茶のね、成り立ちというかね、味の風味というかね、そういうのも解説してあるわけですよ。これをね、一袋ずつ飲んでですね、めちゃくちゃすごいプレゼントをいただいてね、なんかね、感謝してるんですけども、もうすぐね、お母さん誕生日なんで、私は今年何をプレゼントしようかなと思ってるんですよね。みんなはどういったものをプレゼントしてますか？なんかね、ほら、お母様に欲しいものあるって言って、それを買ってあげるのもね、いいんですけれども、今年はですね、お母様がこんな風にね、ご自身で考えて、こんな素晴らしいプレゼントをくれたので、私もよくよく考えて何か素敵なプレゼントができたらなぁなんて思ってるんですよね。ほんと可愛い、これほら。ブック型になってるんですよ。すごくないですね。あんたたち、また見てね。